オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はバネッサ先生です。バネッサ先生はフランス語と日本語で話してくださいます。バネッサ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。こんにちは、アンサンブル講師のバネッサです。本日もアラカフェの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？ Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? Vous survivez à cette chaleur? Nous sommes déjà à la fin du mois d'août, donc rassurez-vous, les températures devraient bientôt baisser. 皆さん、こんにちは。お元気ですか？暑さには生き残れましたか？もうすぐ8月が終わりますね。温度が下がり始まるので嬉しいですね。Qui dit fin du mois d'août dit aussi fin des vacances pour la plupart. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, ces vacances d'été, vous avez bien bronzé? J'espère que tout le monde a fait attention et que personne n'a attrapé de coup de soleil.8月が終わるといえば、夏休みも終わるという意味ですね。良いことにも終わりがありますね。さて、今回の夏休は？日焼けしましたか？皆さんが日焼けすぎていなかったらいいですね。Quant au bon, il s'est bien passé? そして、お盆の方はどうでしたか？Le problème lorsqu'on rentre à la maison, ce n'est pas seulement que les vacances soient terminées, c'est aussi qu'il faille endurer les embouteillages. Vous les avez aussi vécus cette année? L'astuce est de partir avant tout le monde, mais on a toujours envie d'en profiter encore un peu, n'est-ce pas?この時期は夏休みが終わったという悲しみに加え、バカンス帰りの渋滞に耐えないといけないという問題もありますね。今年も渋滞を体験しましたか？渋滞を避けるコツは早めに帰ることですが、バカンスの時は最後まで楽しみたいですね。Moi, quand j'étais étudiante, j'adorais la fin des vacances.Car c'était synonyme de rentrée. Nouvelles affaires, nouvelles classes, nouveaux professeurs, nouvelles rencontres. C'est chouette! 私が学生の時、夏休みの終わりは、新学年が始まることを意味したので、休みの終わりが大好きでした。新しい持ち物、クラスメイト、先生、出会いはいいですね。Quand on retourne au travail, c'est le moment de retrouver ses chers collègues et de montrer ses photos de vacances. 仕事に戻ると、同僚に再会して、バカンスの写真を見せますね。Pour ma part, cette année, je n'ai pas pris de vacances. Et non!Pas besoin quand on aime ce que l'on fait. 私は今年休みを取りませんでした。自分の仕事が好きだと休みを取る必要はないですね。さて、
本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部はバネサがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルメイト様の普通研受験報告をお伝えいたします。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。 C'est l'heure de la leçon。 さあレッスンの時間です。 Alors bien sûr, qui dit fin de vacances dit généralement rentrée. C'est le moment pour les Français de retrouver leurs camarades ou leurs collègues. Vacances が終わるともちろんお休み明けになります。フランス人がクラスメイトや同僚に再会する時期です。Vous entendrez souvent. その時によく聞くセルフは。Alors, c'était bien les vacances? Alors, c'était bien les vacances? Alors, c'était bien les vacances? Vacances は良かったですか? Tu as bien bronzé? Tu as bien bronzé? Tu as bien bronzé? 日焼けしたか? Pas trop dur la reprise? Pas trop dur la reprise? Pas trop dur la reprise? 仕事の再会は辛くないですか? C'est drôle car en général les Français répondront à cette dernière question si je suis fatigué alors qu'ils reviennent tout juste de vacances. On n'en a jamais assez. 面白いことに、バカンスから帰ったばっかりのフランス人はこの質問に感じていつもこう答えます。そう、疲れています。休みはどれほどあっても足りないですね。Ça va? Vous les avez mémorisés? On vous posera ces questions, c'est sûr. どうですか? 皆さんちゃんと覚えましたか? この質問は必ず聞かれますので覚えましょう。いかがでしたか?今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル&フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。 Bonne reprise à tous! Passez une merveilleuse journée!皆さん、良い休み明けを。素敵な一日になりますように。それでは、また。あ、ビャント。バネッサ先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお送りします。今回はおなじみ普通研、実用フランス語技能検定の秋季試験の申し込みが来る9月1日に開始されるということで、
アンサンブルメイト様の仏研受験報告をお伝えいたします。本日ご紹介させていただくのは、仏研2級に合格されたトリプルアーさんの受験報告です。まず2級の受験に際し、聞き取り問題とディクテが苦手だったというトリプルアーさんは、なぜ苦手なのかという原因を根本的に考えたそうです。弱点を克服するためにフランス語の発音規則を数週間かけて一から覚え直し、基礎知識の強化を図ったのだとか。アンサンブルのレッスンでは講師とシャドーイングを行い、仏研の過去問題を解くだけではなく、普段から子ども向けの新聞記事や本を読み、その都度辞書を引いて語彙を増やしたそうです。また動詞は単体で覚えずに、後ろに来る前置詞とセットで覚え、さらにはレッスンで講師に例文として教わったフレーズを丸ごと覚えるようにしたのだとか。これは後にデルフの試験でもとても役に立ったそうです。ご自分の苦手を把握し、一次試験の突破、さらには二次試験にも役立つ具体的で有効な対策を立てて実行に移され、見事2級に合格されたトリプルアーさんの学習法、ぜひ参考にされてくださいね。こちらでご紹介させていただいたトリプルアーさんの受験報告はごく一部ですので、全体をご覧になりたい方はぜひアンサンブルが運営しているコミュニティサイト、クラブアンサンブルにて試験体験談仏研2級の受験報告一覧よりアクセスしてくださいね。次回は準1級の受験報告をお届けしますので、どうぞお楽しみに。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。